株式会社東京明楽並びに株式会社佐藤プレゼンツ6人宅バッチ30分一本勝負を行います。高コーナー体重 5kg にゃんこーキッタ、猫だけに 5kg なんですね。そうですね、うん、さあ猫じゃらしならぬこの紙テープ早い早い、首輪の赤が入ってるから赤いテープがちょっと動くんですね。体重素晴らしい、一緒バックバーカンタウン、身長測定符の体重50キロ、テープ飛ばなかったですね、キャプテン90キロです。いいんです、いいんです、もう今静かな振りしてください。青コーナー200キロ、痛いところ疲れますね。おじいちゃん邪魔してる、邪魔してる。スペルチーナー、おじいちゃんずっとワンテンポ遅れてますよね。そうですね、あでもやる気はあるみたいで。キッタロー選手ちょっと顔色悪いですかこれ今日。ちょっと顔色悪いですね、マスクはちょっと変わりましたかね。あなるほど、生地の色ですかね、ちょっと半病人みたいな顔色ですね。いつももうちょっとピンクの、そうですよね、ピンクがあったね、肌がいいんですけどね、どうしたんだろう、生地がなかったか、なかったんでしょう、うちあんのに。これはずっとジュースもなかったね。キクサー、ちいちゃんはやっぱり捨ててこですね、食べてね。堀内さんは試合する気あるんですかね、もうなんかプレゼントプレゼントしてますけど、というかマント外せよって感じですよね。特別に杖の使用が許可されております。じいちゃんあの立ってられないから、ね、そうですね、うん、立ってられないから体の一部杖はないとダメ。顔色悪いんじゃないですか、顔色悪いって突っ込まれてますね。ごめんなさい、違う、腰はない、堀内選手なんかジャラジャラ取らないですかね、あれはあのままやるんですかね、あのままやるんですかね。角もいっぱいついてるし、ちょっと対戦相手的には嫌ですね、はい、でも自分も痛いと思うんですけどね、あれは。捨てた捨てた今邪魔やって感じですね。さあ先発にヤンコキッド対スペルチノです、うん、女性子供多いですからね、うん、ファンね。そうですね、うん、ノリがいいですね。おい試合する試合する試合、おじいちゃんコーナー行け、コーナー、あれだけで疲れそうだけど、アップル美味しいな、うん、あー美味しい言ってますね、美味しいな。試合始まってるんですけどね、自由ですね。試合中にあのツイッターしたりしますからね、はい、福太郎は。千代さん決めちゃってください、さあ癖者のスペルチノ、おっとあっと猫じゃらしに見えたか、本能が反応してますね。反応してますね。あっとこれは罠だった。うん、警戒ですね。そうですね、スピーディーな展開。早いですね。早い。猫も負けてられないですよ、うん、これ。お酒を飲めば飲むほどこれ速くなるんですよね、動きが。ね。お、猫頑張ってる。さあ、早い。おじいちゃんはいつの間にか落ちてますね。
ロープワーク反動で落ちましたかね。反動で落ちてしまったんですね。危ない危ない。ひらひらするから。おっとマスクのフリンジがこれ猫じゃらしに見えてますね。なかなか試合やりづらいですね。じいちゃんまだ上がれないんじゃないですかこれ。一人では上がれませんよね。さあそして菊太郎とバンクーバーキャットなんですけども、またしても手つきが危ない。手つきだ。おかしいって言ってますけど、本当怪しすぎますよね。怪しすぎますよ。力比べしも勝てないから。さあ危険な危険な匂いがする。これね、顔をくっつけてるんですね。ブーって。まあ普通ロープブレイクだけど。そうですよね。変態って言われて、この男の中に一人入るとやっぱり、こういうレスラーもいるんですね。知らなかった？キャットさん、これ実際どうなんですか？かなり勇気いりますよね。もういやでも負けちゃいられないですよね。今練習頑張ってるんですけど、それ対抗できるように。でもやっぱ力では負けちゃうんですよ。体重差あるからね。そうですね。うわーっと危ない危ない。違う意味で危ないですよね。口がおかしい。口が、コブラツイスト。珍しい。あ、珍しいね。これ痛いでしょ。あっと右の肩が完全に決まっている。ね、この日はテーピングしてますよね。はい、ちょっと肩を補充しまして、はい、か抑える場所がちょっと違いますけど、ね、ちょっとさ抑える場所が違う。ちょっと待って、今違いますけど違いますよね。やばいやばい。今これ初めて見た。これ男だったら大胸筋ですけどね、はい、女の人大胸筋じゃないもん。ひどいよ、もうひどすぎる。もうこれは危ない。あ、これダメだ、はい。これはもうね、入江さんも入ってきた、ね、これはもう私も行きますね、うん、行った方がいいです、ね、ありがとうございます。本当はレフリーも踏んだ方がいいですね。約束になってますけどね。ああ、ちょっとおかしいし、どうした。散々ですよね、この日はね。なんでやねん。まさかじいちゃん。5分経過、5分経過。あ、杖持ったまま切りボディスラムで投げていった。この折れるよ。これは認められてるんですよね。体の一部として、一部ということで、はい、レフリーが認めています。まあ、逃げた方がいいね、じいちゃん。はい、動きが遅いから無理なんだ。そうですね、捕まってしまいました。コーナーへ、コーナーに頭が突っ込んだまま。痙攣してますか。おじいちゃん、ちょっとこれ助けに行った方がいいんじゃないですか。そうですね、あっと頭を踏みつぶしていく。あ、頭を踏みつけたまま、てます。ロープワーク、そしてエルボー。助けに行った方がいいよ。これも決まっちゃうよ。そうですね、ピンチですね。危ない危ない。そして菊太郎へタッチ。効力出ないですね。あっと、これはやっぱり
ホープに逃げるか外に逃げた方がいいけど。何があるか、エルボー。膝悪いですね。某選手のようですよね、うん、これはね危ないですよ。逃げた方がいい。そうですよね、うん、タッチした方がいいですよね。ロープへ振ったが、そうですね、コーナーですね。コーナーに振ってるんですが、これが全速力でしょうか。打ち当たる。もう返してほしい。カウンターで爪が待っていた。いいぞいいぞ。そう、頑張る。気力ある。おじいちゃん気力ある。登れますかね、これ一人で。上がろうとしている、うん、あ、いろいろ使ってほら、うん、杖をうまく使ってですね、うん、セカンドロープのところに、うん、さあ、おっと、器用ですね。あ、杖を使って手のロープ歩き。杖の使い方が上手ですね、うん、あっと流れた。危ない危ない。あっと転落。ひどすぎる。杖折れます。あれ、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、あ、杖折れちゃった。杖折りましたね。じいちゃん、釣れないと。じいちゃん、あ、戻りますね。そうそう、そういう風にできてるんですよ。できてるんですね。今の杖はね、結構ね、よくできてるんですね。よくできてますね。さあ、ダブルでの攻撃かわした。同士打ち。おっと、一気にいきなりスピードが上がる。ドロップキック。すごいですよな。一気にスイッチが入ったかのように。かわいい、かわいいフェイント。そしてキャットさんが、おじいちゃんがね、なんかよくわかんない、私を持ち上げて捨てるんですよ。そこへ投げていった。今のはトリニージですか。1回転しましたよ。1回転しましたね。大丈夫でした、ギャットさん。大、とりあえず大丈夫です。もう、なんで捨てるのっていう。ひどすぎるよ。さあ、ここは攻め時ですね。そうですね、はい、うん、行かないと。あと、こんなチームにチャンス到来。してのニャオ。フィッシャーマンバスター、フィッシャーマンスープレックス。力強いね、はい、お前前。おっと、切り返される。これは器用だ。腕が決まってますか。切り返していく、うん。まだ余裕はない。必死必死必死で返していくバンクーバーキャット。危ない、これはもう危ない危ない、絶対無理無理無理。ニャンコキットがカットインです。まあ、含めマニアの場合はあのノータッチルールなんで、はいはい、リングに上がってる人が戦うという権利があるということですね。あ、いいドロップキックですね。打点の高いドロップキックを見せる。そんなこの2人が試合の権利があります、はいはい。あっと、やばいやばいやばい。本物の猫じゃらしですね、これは。危ないですね。頭使ってます。そうですね。よし、行くぞ、これ。すっぽ抜け。どっから持ってきたの、これ。よっしゃ。お、これ必殺技狙ってますよ。ヤンコちゃんも、それは分かって、あーっと、猫じゃらし、猫まっしぐらでした。頭使ってますね。
コーナーに詰めての連続攻撃。さあ抱え上げて、危ない、これはカット入った方がいい、危ないですね。あ、よしよしよし、バンクのキャットがカットに入ってきた。あれ必殺技ですからね。やれるってことですかね。はい、というわけで本日は覆面ニニア年内最終戦、滋賀大会たくさんのご来場いただきまして誠にありがとうございます。今年も大変お世話になりました。早く投げた方がいいと思うんですけど、ちょっと手前やパイちゃうよ。何言ってもわかんないですね。わかんないですね。彼が言うには、この試合も縁も竹なんですがお別れの時間が近づいてまいりましたと言っております。最後は3人でこの後でお別れしたいと思います。それでは皆さんさよなら。ブレイクアウト、逆に投げられる、思ったより投げましたね。投げましたよ、ダメだ、ジャンピングに重い、重い重い、そうだ重い重い、じいちゃん、そしてじいちゃんのスワントンボム、カウント3、拝んでますかね、拝んでましたね。